こんにちは、パチスロ一生分の梅信です。さて始まりました、第4回目となります梅屋の休日でございます。はいはい、番組の視聴者の方のことですか、もしかして。もうねえ、スタッフの人も噛んでくるからですね。はい、じゃあ見ましょうか。お便りありがとうございます。すごいテンション上がります、ペンネーム梅屋の祝日さん、50歳、50歳の方なのに、なんかこうちょっと番組にもじったペンネームとかつけていただいて、はい、背景、梅雨も明け、日増しに暑くなってまいりました。いかがお過ごしでしょうか。元気に立ち寄ってます俺は。さて、私は梅屋さんのことが大好きで、いつもいろいろな番組を見ております。これからも体に気をつけて頑張ってください。皆様のますますのご活躍を心よりお祈り申し上げます。敬具と背景の敬具と終わる、すごいいいお便りだな。てっきりやん、僕渡してくるからすごい罵詈雑言かと思いきや、すごい真面目でいい方からなんで、あの結構あれですよね、いつもあの千枚以上出たクオカードとかやってるんで、あんま最近出せてないじゃないですか。そうです、クオカード余ってますよね。この方にくれるのないですか。ケチです。あの一通これだけですか。いや、あ、すごい嬉しいです。嬉しいんですけど、いや別にあのお便りが欲しくてやってるわけじゃないですが、ちょっとあの僕はあのね、皆さんの反応があんまりよくわからないというあのとこあるんで、もしあのお便りいただけたらすごい嬉しいんですよ。悪口でもいいですけど、悪口はほどほどにいただけたらと思います。はい、なんかちょっとテンション一瞬上がって、なんかちょっと微妙に下げられましたけど、あのじゃあ早速今回の夢の休日見ていきましょう。はい、梅屋の休日。さて今回も休日を楽しみつつの実践と、今回からですね、プレゴ立川店さんに、お邪魔しています。まああのもう僕も随分慣れてきてるんですけれども、まああのあれですね、もう今の時点で分かんないですけど、すでにあの僕が多分疲れた感じで喋ってて、まあその時のテンションが高いか低いかもまだ分からないんですけれども、ただ、まあ1回目、まあ、モロゲンで、松間で矢野金太と、でまあ直近の2人が僕と同じ所属の雑誌で、まあなおかつ本当、ガチの後輩で普段から遊ぶ仲なので、まああのまあ、休日は休日なんですけれども、まあ、正直そんな新鮮じゃないというか、まあ、つまんないなと思ってたんで、今回は、まあ、そういう意味では所属も違うし、しかも女性ということで、皆様楽しみにしててください。それでは呼んでみましょう、どうぞ。おはようございます。はい、川原みのりです。よろしくお願いします。お願いします。なんかちょっとテンション低くないですか。いやあのね、休日だから。あ、休日いつもこんな感じ。そう、収録の時はテンション上げるんだけど、はい、これ休日なんでこういう感じで喋ろうかなっていう。あ、そうなんですね。そうなんです。あ、すいません、なんか。いや大丈夫です。ちょっとテンション高めできちゃいました。いや、それでもいいですよ。大丈夫ですか。ま、ただ、はい、あの川原さんとは、はい、そんな仕事は1回2回だよね。そうでしたっけ。そうでした。ただ飲みの場とかで会うことはあるんで。そうですね。だ僕どっちかというと酔っ払ってる姿の方がよく見たことあるぐらいな。あ、でもそれまだ、はい、多分大丈夫なぐらい程度、大丈夫な程度の酔っ払いですよ。多分それは激しく酔っ払う。激しくは多分梅屋さんの前では暴れてないはず。暴れるまでから暴れる前兆みたいな、みんなが怖がってる感じのはある、ね、あ、ビビってるやつ。そうみんなビビってるやつ。いや、帰るって言ったら帰らないって言い出したみたいなとこまで見たことある、ね、あー、セーフ、セーフです、それは、はい、暴れたりするらしいんですけど、ね、そうですね。まあでもあの、まあ、そういうところがあったとしてもまあ綺麗どころですから。あの僕のテンションも上がってますし、皆さんのテンションも上がってると思うんで。で、ここからですね、はい、あのまず、この休日を、はい、まあ、僕がまあどっちかというとホストで、ゲストとして、まあ、なんていうんですかね、言うことを聞くというか、
あのそんな中今必死でこう逃げるための振りを作ってるわけじゃないですけどもまあ一応こうあのゲストに合わせようかなっていう感じなんで、はい、お題を持ってきてもらってる、もう書いてもらってると思うんですけれども、はい、ちなみにまあ今までの人たちは結構ひどかったんですよ。あの T シャツ、クソみたいな T シャツが欲しいとかねまあなんかゴッド打ちたいとか、はい、まあ、なんか釣り竿欲しいとかみんな勝手なことばっかり言ってたんですけれども、でもね、河原さんがどんなものかと、はい、決めてまいりました、はい、今回の目標、はい、こちらです。とにかく勝たせろ、とにかく勝たせろ勝たせろ、勝ちたいんですか、勝たせてください、勝ちたいんですか、勝ちたいんです、今月もうピンチなんです。え、結構負けてるんです今25日ですけど、はい、どんどん500本ほど、ちょっと待って、ケツの段位100じゃないよね、100じゃない、1000 え、だいぶ、だいぶやられてます、すごいですね。ちょっと海外の方にも遊びに行ってしまったんですけど、あ、聞いてます、ね、はい、そうなんですよ、マカオ的な、そう、マカオ的なところに、それも含めて、はい、すごいですねそんな若い娘がそんなに聞かれちゃって半分、半分はマカオ、半分は日本みたいな、あ、決してマカオ40とかじゃないですね、じゃない、じゃないです、純粋に25でも結構行かれてますから、だいぶ、だもう本当、今月2勝しかまだしてないんで、 あれだよね、はい、女性でまあまあ綺麗どことはいえパツローの人ですよねいや、いろ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 あるじゃないですか、好きなようにまあやるタイプなの、俺知らないんだよ、どういう打ち方するか、だいぶ好きなようにはやりますで、まあ結構乗り打ちも多かったりとかして、ああまあ持ってかれたり、持ってかれたり、持ってたり、俺でも持ってかれるの得意だから、はい、そうですよね、めっちゃ持ってかれてるから、はい、よく存じております、うん、ちなみに勝たせろって言われたら、はい、結果はどうなるか分かんないけど俺は頑張るけれども、勝たせろって言うからにはまあある程度言うこと聞いてくれますね、覚悟はいいですね、 あ怖いいやいやいや、覚悟はいいかなと思って、あ、もうご指示を、ご指示を、わかりました、はい、で今このご指示とか言ってこうなんかこう今から僕がこう厳しく指導するように見えますけれども、まあ皆さん分かってくれてると思いますが、休日なので、まあ一応僕は先輩で後輩的な感じですけど、今日はもう友達なんで、タメ口です、まずタメ口で、呼び方も友達同士が呼び合う感じなんで、まず呼び方を決めるんですよ。呼び方ですか？俺は大体の人は今まではまあみんな梅ちゃんで、なおかつ大体まあ嵐とか友達も梅ちゃんって呼ぶ、梅ちゃんがおすすめだけれども、おすすめは梅ちゃん、何でもいいよ、まあじゃあ梅ちゃんが呼びやすいかな、ね、いや呼べるかな、いやもう呼ばなきゃいけないですよね、はい、で俺は何て呼べばいいかな、まあ私はいつも和原さんとかそういう感じ、さん急にさん、あれいつも普通にみのりですかね、ですよね、まあそれは全然そのままで、あ、ちょっと待って、ちょ、梅ちゃんって言ってみて、梅ちゃん、みのりん、あ、ちょ、これいいっすねちょっと待って、あれ、俺、この番組で一番楽しいです、今の瞬間、タメ口だよ、ここから、あ、そっか、口、あ、そっか、ごめんごめん、おお悪くないですね、はい、で、ちなみに、はい、僕ら同士のこう勝ちたいって気持ちもあって、はいはい、あるんですけれども、それも僕なんですけど、同時に見てる方に、うん、我々がさだまが1000枚プラスになるごとにクオカードを1枚プレゼントしていくんですよ、うん、それはタメ口じゃなくていいですねそう、そう、クオカードプレゼントすんだよ、うん、そうなんだ、意外と女性の下とはいえ、ちょっとタメ口って結構むずいむずいよなむずい、むずい、はい、ちょっとむずい、ということでクオカードプレゼントするから、そのために我々のためだけじゃなく、皆さんのためにも頑張らなきゃいけないんで、そう、じゃあ言うこと、言うこと聞いてね頑張る、はい、はい、じゃあ頑張ります気こちな皆さんこんにちは、2016年度プレゴ立川店イメージタレントのドド沙織です。ビーポートプレゴ、通称プレゴ立川店は JR 立川駅から徒歩1分、玉モノレール立川南駅から徒歩0分のところに位置する好立地、パチンコ588台、スロット417台、総台数1005台を設置しております。パチンココーナー、スロットコーナーともに拡大係数機で楽々ご遊戯、お帰りの際も並ばずにスムーズ、さらに分園コードや拡大 USB も完備、そしてなんと地区唯一の禁煙フロアもございますので、おタバコを吸われない方も快適にご遊戯できます。
ご遊戯で疲れた体は広々とした休憩コーナーで癒してくださいね。私も皆さんを精一杯おもてなししちゃいます。ぜひ遊びに来てね。はい、抽選がね、うん、65番で17番、17なんだけど、あの、ま、間がいなくて、そう、はい、いいね、これいいよ、いい感じ、雰囲気がいい、うん、だって俺そらさ、仕事でたまに女の子と打つことは今まであったけどなかなかないから、なんかほら、いや、あの、皆さんは面白くないかもしれない、俺が楽しそうで、でも俺は楽しいからそこはいい、ね、で最初ね、やっぱ勝ちたいんだったら、うん、取れるか分かんないけど、やっぱ絆とか行くべきだから。絆か、あれ基本的に言うそうなんだけど、どういうこと。いや絆好き、好き、絆ってのしんどいのはね、俺も一緒なんだけど、うん、ただ勝つために、あの、時間が短いから、そうだね、あれなんか説得しようとここにいや、それでも短い時間でもやっぱね、その店のまず台を選ぶ期待値として一番高いのは、まあ、今どこの店でも大体絆なんだよね、うん、まあ、その、まあ、もちろんスカッた時負けることも多いけど、うん、まあ、その積もった時の恩恵が大きいからって言って、うん、あれ、いや、知ってる、元気ね、知ってる元気ね元気あ、開いてんじゃん、バリバリガラガラじゃん。え、ほら、使ってんだよね、多分多分使ってんだよ。あ、なので、え、でも朝一あんま今なんか、あーって言わなかった。いみんなどこに行ったんだ。いや、これこれもう絶対これだよ、場所目立つし。おお、どっちがいい、とりあえず、いや、もうさっと移動していくと思う、多分1、2回引いてこっち、こっち、じゃあとりあえずこっから、はい、とりあえずね、あのね、絆の俺の中でのコツは、結構さ、もう6を否定するまで打とうっていう人が多いんだけど、うん、すごい強い根拠がない場合はちょっと打ってダメだと思ったらすぐやめるの、はい、それが大事だから、そのどうせ確定以外は完全判別って無理な気質だから、うんうんうん、それがだから絆がみんな苦手なのは6を捨てたくない、ややこしいからどうかわからないっていうのをしつこくやるから、そう、いいのいいの。あとね、あの、絆めっちゃ複雑で結構あの叩かれたりするのね分かってねって、俺よく叩かれてんだけど気にしない、うん、勝つためにやってんだからよし、はい、じゃあ、はい、打っていきますか。よし、あの、絆って、まあ、すごい難しい台だから、うん、まずは朝は最高でも3発使ったらやめる。おで、大体、はい、今日みたいな、ほら、まあ、今日暑い日だと思うけど、うん、俺らはそら、あの、な、別に通ってるわけでもないし下見もしてないから、まあ、一発で見切れたら見切ろうぐらいの気持ちでやる、うん、だからあの捨てたくないっていうよりも低設定を粘らされたくないっていう思いの方を強くやるのがコツかな、うん、で、だい、うん、まあ、おそらく前日だと思うけど一応降格かなぐらい気にしながら、はい、はい、でもあれでしょ、打ったことはあるでしょ、そら俺の降格ね。あ、はい、今はいって言った、はい、いやいや、はい、あ、はい、はい、はい、かな、はい、はい、かな、はいってことね、うん、うん、そう、はい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 、すげえ斬新なごまかし方いや、でも大体私いつも2打ってて、あ、2ねあ、4かな、4かな、で、あ、2だな、みたいなまあね、正直、6以外わからないと思う。6も確定が出ないとやめられなくて続けるだけ、うん、だから6ってその確定以外で確信できることあんまないんだよね、実は。続けさせられて確定が出るっていう、まあ、そういうことだよな。で、俺の中で、まあ、一応ちゃっちゃ数える、はい、で、俺の中で、あれちょっとやばいかなと思ったらほぼない。あ、 あとね、この番組のこう、まあ、ルールじゃないけど遊びでやってることは、先に引いた方が何かをおごったり、先に引かなかった方が何かをおごったりってジュースね、あーをやってる。どっちがいい、引いた方がおごるか、まあ、普通は先に引くって何を、タイム、
やタイムは多分ね引かずにやめることがあるから、あ、まあ、BC でいいや。あ、 BC をじゃあ先に引いた方が奢ってもらうのが、奢ってもらう、もらう、もらう、えらい、当てた方がえらい。そう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 。だからまあ早く回した方が得なんだ。あ、なるほど。でも絆ってまあ、朝3発までと思っても3万ぐらい負けたりするから、あ、余裕で BC ハマりがもうきついと。最低でも1発は引くけども、まあ、1発で全然それまで例えばもう全然弱点引かないとか、そのやっと天井まで行って引いたのが、ね、移植で当たらないとか余裕でやめる。うん、そう、でも確かにバジリスクはやめどけが難しいかも。本当にやめどけは多分ね超打ち込んでるやつでも難しいの。そうだからあんまり打ってないと詳しいとは言い過ぎて打てない感じするけど、別に積もったら関係ねえぐらいの気持ちで俺はその細かいことはあんまり分からないけど、うん、握りのタイミングは間違ってないと思うの。結局 BC 何回いて AT が当たるかっていうので見切っていく。でなるべくそれまでの、まあ、弱点だったりなんとなくの上がりを見て、まあ、ダメそうか良さそうかっていうことを意識する。あとまあもちろん BC の色とか、あ、まあ、一番優先するのはいわゆるスルース、要はどんだけで AT につながるか。初チャンリップ？初チャンリップです。こっちまだ引いてないから頑張ってる。よし、いきなりそれはそこそこ熱い。お、これは BC じゃないか。赤いし、お、多分大丈夫だ。もう大丈夫だ。よしよし。ああ、今俺は判別に夢中だけどジュース買ってこなきゃいけないんだね。炭酸がいい。なんかそのジュース買ってくるの炭酸って言われたら走られてる感じがすごいする。炭酸ね。わかりました。やったー。ちょっと待ってて、そのまま待ってて。今日僕ね、もちろんまあネタ的に勝ったら終わってもらうっていう感じだったんだけど、自分のはねちょっとねまだ買ったのがあるから、いやケチってるわけじゃないよ、ケチってるわけじゃないから、炭酸強めで強炭酸コーラ、コーラは強炭酸しかなかったの。 あとメッツだったから。メッツとか超飲むの久しぶり。キリンしかなかったの。ありがとう、はい、じゃあまあちょっと感想言って、感想。振ってないよね。振ってないよね。振ってない。ちょっと振ろうかなと思ったけど怖いなと思って。台ベタベタになるから、ね、そう、お店に迷惑かかっちゃうから。よくないよくない。じゃあえ、何その微妙なリアクション。全然強炭酸じゃない。マジで全然強。いやいや、それは俺のせいじゃない、俺のせいじゃない。まずここで、まあ、同色とかだったらこれが AT に入らなくてもやめない。で要は AT に維持行くためにこれが AT 入らなかったらやめるかやめないかってことを考えるの。でまあで揃えてみて。はいはい。それ白じゃん。これもこれだから多分入んねえだろうなと。多分入んない。で多分入んない、絶対やめるだろうなっていう時はおぼろを選んで月を見るの俺は。あー、なるほど。そう、待って待って。でも俺今気づいたんだけど、今気づいた、まさにこれ休日で基本並び打ちなんですよね。並び打ちなんでどうせやめられないんだもん。だから絆選んだ時はちょっと心配だなと思い出したけどなんでやめられないからもう玄之介でやってもいいけど、もうこれでやめる、もう下手したら俺これでやめるから、やめるときはこっちだけどやめないときはこっち、少しでも確定が出る可能性を上げたいから。じゃあ玄之介で、玄之介で、うん、行こうか。もちろん白でこれでも当たるとき全然当たるから、うんうん、オッケー。よーし。
やばいよ。あ、俺も当たるかな。あ、7ある、7あるよ。あ、震えた、震えたんで同色もしくは異色で AT 当選濃厚です。これ濃厚なんですよ、たまに出せるんで。さあ異色の方がいい。あ、同色だ。でもな、当たった後にチャンリク行っちゃってるから黄色。まあ、どうせやめないし、同色だったし、まあ、同色で昇格となってるかもしれないですけども、ちょっとこっちやります。俺も同色だった、はい、俺赤同色。ただチャンリップ引いた後にもう一発チャンリップ引いてるから、それで上がった可能性もある。あ、で一応俺はその同色だなんだとか色も言うけど、基本的にはそんなに気にしてない、あくまで参考程度。これ使ったらやめてもいいかな。いやでもまだ一発ではね、ちょっとなるべく見切りたくない。いや、逆なるべく見切りたいんだけど、一発はちょっと見切りづらい。やばいなこれ。やばい。BC 引くのは大事なことだから本当に。あ、まあ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 。BC さアホみたいに引けたらあんまり負けないで見切れるから。まあ見切るという意味では。そう。え、どまあそうか、そうだな。並びだからな。そうそうそう。あ、とりあえずでもこれは。あ、同色。これは。まあもう一発やるか。まあ、当たらなそう。うん、白か。いや、もう一発やろう。玄之助で。うん、で、最悪例えば玄之助で消化して終わったまま二人ともちょっともうきついなってなったら、別の俺最後のその AT を全部取らなくていいと思ってんの。例えばその次当たる予定だったとしても設定がもう何かしらで悪いと思って見切れる状況だったら見切っていいと思うから、別に玄之助でやってもいい。オッケー。いざ決戦の時。ジレンド君、おお、やった。ほら、これね、こうやってやったら、しごろ気分が味わえる。そうそうそう、本当だ、本当だ。分かってとりあえずナイスだよ。よしよしよし、とりあえずナイス。よしよし、まあ、強制で。乾杯予想としては関係ないけど、うん、まあまずはバジリスクタイム、お先、はい、入ってみとうね。あざす。あ、いない、隣にいないけど、やったー、巻物チャンリクから。これでいいかな、ここで待ってよ。あれ、あ、なんかチャンリクで、さすがっすね。おざすおざす。俺頑張んないとやばいな。なんか勝たせろって言われてね、なんとなく勝ってくれればそれでいいけども、俺のせいでマイナスになったらやばい。じゃあ、じゃあお願いします。お願いします。あれ、俺が敬語になってる。俺が敬語になってる。なんで？いや、なんかほら、やっぱ乗り打ちだし。ああ、やっぱ出してる方が偉い的な。そうそう、あと勝たせろって言われて勝たせてもらったらかっこ悪いから。
大丈夫です。どうせこれ続くからさ。まあ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 大丈夫すいません。まあなんだこのタイミング。どっちかでも当たればいいよ。はい、はい、よかった大丈夫でしょう。最初の方では当たってないあれ俺赤同色青同色だな。まあ、昇格してる可能性あるけど赤同色いて青同色いてる。あーそっか。あれどっちもあれどっちも昇格してるかもしれないけど、まあ、なんかまとめて引きすぎ。そう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 。あ緑おお、まあ、当たってないかな多分。隣も AT 中なんで僕どうせやめられないんでゲノスケでやります。まあね、俺どうせ緑の時は基本当たる可能性が高いと思ってあのゲノスケでやること多いんですけど。おやばい、あれあれちょっとやばい梅ちゃん。いや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 、ちゃう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 。もうね俺の経験上やばいんだけどやばいんだけど、まあそっち次第だね。あ、まあ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 こっちで頑張って壊さないよ。並べっつって難しい。絆広角は引けないな。あ、引けてるぞ今の緑だったらもう当たってるんだけどね。そう、あ、あるな何言ったの。多分さっきの化け物じゃないかなと思うんですけど、こんな後に来るのかな。いや、こんな後に来ない。なんだろう。あの、そう、あの一枚役か、あの謎の可能性もある。あ、大当たり。いやー、すごいですね。いやー、すごい。なんで敬語になってる。いや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 。普通に友達同士の敬語ね。あの卑屈。卑屈ってやつ。すごい。早く。当てて。関係ないエラーになったし。あ、悲しいな。なんでエラーになったんだよ。何が出てくるかだな。まあ一枚。薄いとこ引くな。本当に。結構ベルナビがないときに告知されるから告知されないままのこともある。あ、いやでもそんなそんな、いや全然伸ばし全然伸ばして全然伸ばして、うん、全然伸ばして伸ばしてください。俺追加投資してるからずっと。え、今いくら。いやでも7000、まだ7000です。あ、まだ、はいはい、だゆっくりゆっくり打ちましょうか。ゆっくりやばい。乗ってたんじゃない？あ、そっか。あ、これそんな続くやつか。PC 引いてる。え、違うな。違うね。違う。継続もしくはストックだ。ああ。いいな、楽しそうで。俺絆よく打ちますけど、
ベテラン通常時とか全然好きじゃないですから、ベテラン通常時好きなやつなんていないでしょ。頑張れ、モードはちゃんと上がるんだよな。ただ今2スルーなんで、朝から3スルーは僕はもう 99% 入りますね。別に6が3スルーしないってわけじゃないですよ。朝から6が3スルーするっていうことが起こりづらい、よっぽど自信ない限りはやめた方が長い目で見ると得だと思うってことね。おノーリアクション。お、打ち入って。レンさんが大丈夫かな。よし。よしよし。強行ですね。これ3スルー目だし、なおかつ兆候なんで外れてもらったら困る。あ、青で絆。一応ねやめる準備はしといた方がいいですね、ここまで来ると、うん、まあ、緑がまだ打ってるからやめないけども、やめる準備はしといた方がいい。やばい、復活もあるよ。まあでも当たるまでやるから、とりあえず半月だったんでね。やばいな、やばそう、やばい、これはやばそう、なんか引かないと。終わりそう、やばいな。まあ、負けて元々のやつだもん、そうなったらもうダメだよ、大体勝ったらラッキー。ハハ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 ハ。まあ、次まず1発目使ったらうーんで、2発目使ったらもうやめ考えるみたいな基本かな。あー、もう2発目で使ったらやめるのか。もうやめるぐらいな感じ。しかもこれが普通に当たってたらいいんだけど、まあ設定差ない部分で当たってる可能性の高い AT だから、まあ、もしかしたらもともと当たってて余分に1個ストックあったのかもしれないけど、まあ、そこは分からないから、まあ、その辺考えると1発目当たった要因も良くないから2発目も厳しめに見るって感じ。 OKオッケー。本当に本当見切るのは早い、見切るの早い、本当に絆はかなり早く見切らないと、特に俺らみたいに収録で打ったりする人はそう、まあ、時間が全然ないからね、まあ、偉そうに言ってる俺は、追加投資してるけどね今いくら、いやいや、まだ9000円ですよ。まだ9000円、まだ9000円です、大丈夫ですよ。いいよ、全然 PC はまんないね。そう、それだけはついてる。
これは大丈夫だと思うんだよね。今金の声だったね。さらに腰を。2000円追加投資ですね。いやもうね、さっき判決だったし合格だし、緑2回連続緑だよ、頼むよ。一応ね、本来3発で見切って見切る可能性が高かったって言ったけれども、まだそのコンスティの可能性はあるんで、もうやるんだったらやっぱり常に玄之介にするか、おぼろするか考えながらやります。1000人って書いてあるけど大丈夫ですか。よかった、本当によかった。朝から3する、まあちょっと危ないけども、すでに2台ともまあ一応当たったけれども、まあ危険だなと、もうほぼ厳しい台を打ってるっていう想定で、まあ一応ちょっと次ぐらいは見とこうかなぐらいな感じかな。とりあえず出すだけ出して、そうそうそう、そうだね、ここでレンチャー刺すこと大事だから、これでずっと出しっぱなしでいいんですよ、うん、はい、あれ俺が敬語、俺が敬語。とりあえず一発入れとくか。しかも当たってると思うんだよね。素晴らしい。出すよ。頑張れ梅ちゃん。私出すわよ。ちゃんと出る。よし、そう、本当最近まで知らなかった、この追走から挿入に行く時の次回予告は継続確定はもちろんなんですけれども、絆効果も確定すると。まあ、今一応弱点引いたんだけど、その色だけない。あれ、いきなり？いきなりこれ大体レア役だよ。まあ、出るは弱いけど、いったかな？あ、赤文字が出たら大体大丈夫。まだまだ威張れないからでも。まあまあまあ、大丈夫。これも確定パターンして、どうせ確定してますけど。もったいね。そんなんさっきから差し込んだばっかり。無駄なとこでいっぱい引いてる。多分昇格してると思う、うん、昇格してなかったらもったいない。にしてもどうしようばっかりだね。そう、よしよし、お、左はついてないけど、いつも熱いから。枠系のエースが出てないからダメかな。練習はいない。怖い怖い
船の上はやめてね。やばいな。お、失礼いただきます。あ、厳しいな。まあダメですよね。まあ3連射だけ十分だ。終わりか。まあまあ2台とも正直なんとか当たりはしたけどやばいだろうなっていう感じじゃん。やばいだろうなっていう。そうで、見切りも見切り的にもまあぼちぼち見切るだろうなっていう。もしかしたら全然 BC 引けなかったら次も次当ててで俺当てずにやめるまであるのね。でそういう時ってその後何やるんだろうなってこと考えること大事なの。その後、そう、このこれが終わった後だからこういうところで回遊するの、ま、回る。あ、もうこのタイミングで。そう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 、やめる前に見といて目星つけとくって大事なの。得られる情報が多いから。で絆打ってる時って、うん、今日カメラの前であんま言ってないけど周りの台見とくのも大事なのね。例えば、まあ、六角が出た、四五六角手が出たって言って、まあ、絆に俺の経験上全台とかやらない限り2台6入ることってほとんどないのね。まあ、ないかな。例えば1台6が出てあと 2、3台絶対ないなっていうのが出たら自分のもほぼなくなると思った方がいいの。だから自分の台だけじゃない見切りをした方がいい。で見切りが難しい台だからこそ台の挙動だけじゃなくて周りの状況も合わせて。そうで今日もさすがに全台構成ってはなさそう。まあまあまあ、うん、なさそうだから、まあ、ちょっと何台か AT 一発目で当たってるのがあるから余計これは薄いの、挙動が他にいいのがあるから。現実も台の設定は決まってるんだけれどもそう比較して全体で判別するのが大事なことだね。この辺が結構早いからみんな。まあ、多分暑い日だから絆全体には力入ってるけれども、まあ、もしかしたら全体でベースが上がってるのかなとか、もしベースが上がってたら見切り難しくなるだろうなとか、そういうところから情報を得ていく。あれ休日なのに真面目な話してるな俺。でも勝ちたいんでしょ。勝ちたいからね。勝ちたい。で、まあ、この辺もいろんなところにヒントはあって、これ1ゲームあってやめてあるじゃん。ああ。だこれは、まあ、出目が変わってないのは俺さっき確認したんだけど誰かが変換したんだなと。でそうなると例えばトモ打とうってなったらゼロ回転のやつ試してみるとか、まあ、待ってるのかな、77回ってるのか、いや最終か、うん、試してみるとか、あとねもし全部蚊に歩かれてたらその中で例えば30ゲームぐらい回ってるんですよ。それはおそらく変更だったから朝一の状態見たんだなってことを予想できるから。真面目な話大丈夫。すごいすごい真面目。休日なのにすごい真面目。そうそう、休日にね女の子にパチスロ教えるっていう感じで俺楽しいよ。ちょっとノーマルタイプは、まあ、別に今特にアクロス系って変換はできないのね。変換はできないから見ることなさそうなんだけど、俺がなぜ見るかっていうと打ってる人が子役数えてるかどうか。ああ、それは私も見る。だから子役数えてる人が多かったり、うん、まあ、子役数えてる人が辞めた台っていうのは、まあ、望みが薄いのね。なさそうな、うん、で全部覚えられなくてもお店でやっぱ子役数えてる人の比率って違って、うん、子役数えてる人が多い店ってまず設定が入ってる可能性が高い、うん、次に見切られた台はその台が子役数えてるとか覚えてなかったとしてもダメな可能性が高いの、うん、よさげだったらその辺の人が映るから。で、まあ、パーッと見ていって、まあ、パッと見もあんまり小屋カウンターとかスマホで数えてるとはいないなっていう感じで。いない、うん、特に花火はみんな今の時点で打ってないから、まあ、特に今日はバーサスが導入だから、まあ、バーサスぐらいだなっていう感じで。ジャグラーも同じ見方。ジャグラーは小屋数えてる人がどれぐらいいるかでさっきと同じように設定状況もなんとなく予想できる。最高が5だったり中間メインのお店も多いんだけど6があるかないかって小屋カウントの数なの、うん、で小屋カウントの、してる人が多いお店は設定が入ってるんだけど、その代わりレギュラーついてレギュラーだけついてるだけ空いてたらほぼない、うん、それはね矛盾する部分もあるんだけれども、そういう点で見といて、で開くタイミングとかも、まあ、なんとなく声数えてるとかいて、でもおっちゃんが打ってる台がレギュラーついてやめたら心折れてやめただけの可能性がある。あれはまだ武道がわからないとかいう見方をする。まあ今日は寝台だけだね。
あと実際勝つのに大事なこいつね、まあ、めっちゃ辛いけれども、あドキドキ。そうこいつで見るのは100ゲーム以内に当たってる台が3分の1ぐらいはあればいいなっていう、ちょっとねこれぐらいしか回ってない状態だからちょっと分かんないんだけども、まあ、例えばこれとかが、今5回だからこれね、あこれはそうだ朝一おそらくチャンスで当たってそのまま、あ違うなこれ、いやもしかしたらそうチャンス B 天国、もしかしたらチャンスでこれが天国の可能性あるけどっていう感じで、まあ、これもおそらく早く当たってるから、で俺が前に来た時おそらく前二世だったのね、だから前二世だったらばその朝に狙いできるなっていう、でぶっちゃけ俺のその普段勝とうとする立ち回りの主軸って絆で置き時で朝に狙いで花火と他のノーマルタイプという感じがほとんど、一番勝とうと思ったらそれが多分ベストだと思うの。あできる、やる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 やらなそう一応教えとくいやーやっぱね、たまにやっぱその女性の共演者っていうのはあるんですけど、やっぱなんだかんだで対決とかそういうのが多いんですよ。でこういった感じで乗り打ちで休日でっていうところがすごいなんかほんとカップル打ちみたいで、しかもなんかこうちょっと勝たせてくれっていうのがね、もまあ言っても川原は綺麗な方なので、ちょっと特にこうするんだよって、まあ、僕ちょっと生きって教えてますけど、ちょっとなんか本当いいなって思いながらやってます。ただちょっとねやっぱ僕も甘かったです。これ真面目な話ですけれども、まあ、並び打ちとか、まあ、僕、まあ、基本並び打ちしろよっていうのをこの辺のひどい人たちに言われてるんですけど、まあ、その条件なくてもやっぱりもし皆さんでこう彼女さんと一緒にパチスロ行くって方がおられたら、まあ、基本やっぱ並びで打つこと多いと思うんですよ。そうなったら普通の感覚で言うとやっぱ絆って今の立ち回りの要になるんですが、絆を並び打ちで打つのはねちょっと難しいなと思いました。やっぱり絆ってその基本はやっぱり BC 引いて AT 入らなかったところでどっかのタイミングで見切るっていうのが基本なんですけど、それが非常にやりづらくて、なおかつ万が一こう運よく片方が構成点に座れたとしても、もう片方が低設定だった場合は非常に苦しくなるので、ちょっとね普通の一人で打つ感覚で、一人じゃなくて乗り打ちだとしてもバラバラに打っていいっていう感覚でやるとちょっと失敗だったなとはちょっと反省しましたけれどもね。でもまあ僕の顔が笑顔なのはきっとまあ今までのね、モロゲンも顔がかっこいいっつってもまあ別の男だし、まあね、まっちゃん汚いし矢野金太うざいしっていうところで来ると、まあ、最高な感じでしたね。すいません、なんかはい、あ、今斜め3回行って、え、お、え、外れ外れじゃん、外れ外れ、びっくりした、すげえな、え、やっぱね、いいね、君は持ってるよ、しかも自分で選んだスポッツって。おおおおおお、なすんだ。やめてやめてやめて。本当に言えたのかあれ。彼。やった超楽しい。やった。負けねえぞ。大きさじゃないんだ、数なんだ。こんにちは。私たちチームジョイはアミューズメント施設や温浴施設などさまざまな遊びを創造し続けているジョイパックグループがプロデュースする一緒に遊べる超親近感 PR ユニットです。24時間365日、メンバーと SNS755 でチャットで遊んだり、ショールームでのライブに一緒に参加して遊んだり、ゲーム、カラオケ、ボーリングなど実際の店舗で一緒に遊んだり、とにかく私たちと一緒に遊ぼう。フリーマガジンジャンバリ関東版、皆さん見ていただいてますか？ジャンバリ .tv 全面協力のもと、プレイヤーが知って得する情報が載っています。ぜひお近くのホールでゲットしてくださいね。ね、たくさん黒バラの漫画も載ってるぜ。